女装ドラッグアイドルドビーソワのソワソワラジオ。この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。今日は、9月の27日日曜日、午後9時を回りました。第26回女装ドラッグアイドルラビンソワのソワソワラジオの時間となりました。イエーイ、パフ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 。なんか今日ね声がいっぱいあるなと、はい、ね、思ってるけど、はい、思ってるかもしれないですけど、はい、この番組は、はい、性的少数派である LGBTQ の世界や私たちの身近に咲くいろんなお話を時に楽しく時に真面目にそわそわ語るミニ情報番組となっております。はい、そして日曜ゴールデンタイムを彩るのはエロボディ担当インスタ映えのロビソンと疑惑のテクニシャン宮城フェスティバルとキューティーボイスで私のあれをあげちゃうぞオリビアピオネです。イエーイ、よろしくお願いします。一瞬忘れてたごめんね、いきなり言って。今日はこの3名でね、はい、お送りしたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、はい、そわそわラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見何でも OK です。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。また SNS でも随時受け付けています。 Twitter では番組公式アカウントそわそわラジオで検索をお願いします。ロビンソワでも検索すると Facebook やインスタでもヒットします。ツイキャスでのライブ配信や番組終了後に YouTube でも配信しているので、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は、はい、ちょっと告知通りミュージカルについてお話ししたいと思います。はい、はい、じゃあそれではまずあれ行ってみましょうか。1回目の CM ですね。はい、はい、CM お願いします。どうぞどうぞ。ロビンソワのソワソワラジオ。はい、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオを FM コザから生放送でお送りしています。この番組は性的少数派である LGBTQ や身近な話題をお話しするミニ情報番組となっております。さあちょっと昨日今日ね、また、はい、コロナもちょっと人数増えてきて、うんうんうん、皆さん気をつけましょう。はい、気をつけましょうね。気をつけるしかないです。はい、うん、ですね、はい、はい、さあ今日ですね、なぜ、はい、オリビア・ピオーネちゃんもいるかと申しますと、なんで実はさっきねミュージカルちょっと見てきました、うん、結婚式場 NBC で、はい、行われていた、ミュージカルライブショー、うん、オーバーカム、乗り越えて自分にたどり着く、オリビアちゃんは私を踏み台に駆け上がるそうです。私そんなアグレッシブですか？それぐらい、ね、アグレッシブに言ってもいいと思いますよ。この世の中はね俗肉強食だからね。そうそうそう、イケイケどんどんで、私戦うわよ。負けちゃいそう。絶対負けちゃダメよ。頑張ります。多分、うん、大丈夫と思う。ということでね、まあ、こうコロナだから、コロナで、うん、まあ、みんな自粛とかして、うんうん、まあね、ちょっと未来が先が見えずに、うん、怒涛に迷っている方たちとかね、いる、うん、そんな人たち向けかな。そうだね、のね、内容だったね。うんうん、どうでした？あっという間に時間が過ぎて、1時間だったら7時会場、うん、開演の、うん、で8時ちょっと前ぐらいに、うん、55分ぐらいかな、7時に終わった感じだったね。うんですね、ね、結構歌
歌がちょっとメインな感じの、まあ、ミュージカルライブショー、うん、まあまあまあそうね、ライブショーって書いてますね、うん、ライブショーね、うん、ライブショーだからこう音楽音曲が多かったのかな、うんうん、すごいメッセージ性のある、ね、歌がいっぱいあって、うんうん、面白く見させていただきました、ね、うん、私このミュージカルって、うん、初めてなんですよ、見るのが。あ、そうなんですね。そう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 、うん、なんかどんな感じなのか、やっぱこう演劇とか、うん、そういうところがメインなのかなって思ってて、うんうんうん、自分も初めて見ましたね。あ、本当、うん、普通は演劇の間に歌が入ってストーリーが進んでいく感じなんですけども、うんうん、今回のはねミュージカルライブショーってことで、多分普通のミュージカルとは違う感じでやってたんだと思います、うんうんうん、そんな感じで、で私この今回の舞台の、団長さんなのかな、うん、だと思うんですけど、うん、西浦さんって方がいて、うん、最近はある、つけというか、はい、あるきっかけで、うん、まあ、お知り合いになりまして、はい、でそれで、このミュージカルのお話をいただいて、うん、でも招待するから見に来なみたいな、素敵で、それで今日、ね、行ったんですけど、うんうんうん、あ、実はその西平さん、はい、10月の4日の日曜日、はい、来週、今度日曜日の、うんうん、来週ですね、はい、ゲストさんにお迎えしようかなと、そわそわラジオのゲスト、はい、うん、思ってます、はいはい、じゃあその時にね、またねほりはほり、ねほりはほり、ねほりはほり、話せてちょうだい。はい、楽しみですね、楽しみですね、どうなるんだろうか、どうなるのか、うん、なんかすげえ棒読みじゃない。いやいやいや、そんなことないですよ。本当、そんな言い方も棒読み、そんなことないですよ。本当、本当ですよ。あ、そう、はい。あ、そうって。お互い興味ないっていう、実は、はい、こういう感じです、ね、いいでしょうか、ま、はい、いいです。大丈夫だと思います。はい、なんかね、こうミュージカル見て、なんか私もちょっと出たいなって、思いました、思った、なんか演じたいわ今日。うーん、でも気持ちわかります。わかる、なんかね、こういう格好、別に今このキャラクターも別にそこまでなんかこう演じてるわけじゃないんだけど、うん、ね、もうロビンはさ、多分アドリブですぐ出れるんじゃない。あ、なんかもうやっちゃいそう。普通にさ、1時間とかやっちゃいそう。やっちゃいそう、ね、アドリブでやるかな。多分できるよ。できますよ、うん、本当に。そんな素質がね、うん、ある気がするよ。あるかな、うん、もうだって見た目は大丈夫じゃん、そのままで出て、あともう喋りは大丈夫だと思うけどね、うん、嘘、うん、全然。ロビンさんすごいね、アイデアが豊富っていうかね、いろいろ思いついたりするから全然できると思います。待って、二人あげるよね。ちょっとあげるよね。いや、本当にね。でも本当に思ってるから言ってるって。あ、それは私は乗り越えていけばいいわけね。そう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 、乗り越えて乗り越えて、はい、そうね、うん、そうそう、乗り越えて自分にたどり着いてください、うん、分かった。アドリブでじゃん。アドリブで行けばいいわけね。はい、本当ね。分かった。主催して、うんうん、やってみてください。やっています。でね、はい、今回のこのミュージカルの会場も NBC さんということで、うんうん、私たちもね、うん、まだ日付はちょっと未定なんですけど、うん、にじるチラーズも NBC さんでね、うんうん、演じていろいろやろうと思ってるので。はい、いつ決まるかねってところなんですけども、まあね、もともといつでしたっけ、本当は、やろうとしてたのって、先月、8月16日でしたよね。もう日曜日、それが今ね、延期になって、まあ、挑戦日付が見て、そうそう、挑戦中、うん、そうですね、うん、そっか、はい、さあ、ミュージカル、はい、なんですけど、はい、私、この LGBT 関係のこうミュージカルとかっていうのないかなみたいな、ちょっと検索してみたんですけど、結構あるんだね。ああ、有名なところで何でしたっけ、あ、タイトル忘れちゃった。キンキーブッツ、
キンキーブーツもあれだし、なんかすごい、ね、ニューヨークとかで何度もやってる、はい、海外とかでもね、そうそうそう、ね、はい、うん、いくつかちょっと、はい、検索してみたので紹介しますけれども、うんうん、はい、まずレント、あ、それです、あ、レント、さっき言いたかったのそれです、あ、それ一発目で出てきてよかった、レント調べようとしてたもんね、そう、調べようとしてました、はい、レントはトニー賞ミュージカル作品賞を受賞し、映画化もされたミュージカルだそうで、うん、ヘトロ、ヘト、何今ヘテロ、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 ヘテロな感じでね、ちょっと私、帰国しちゃったからさ、見た目帰国しちゃうでしょ、あ、ね、カナダから、うん、はい、やってまいりました、はい、やってまいりました、ミュージカルレントはですね、はい、ヘテロ、ゲイ、レズビアンのカップルが登場します、うん、性だけではなく人種もユダヤ系ですとか、うん、ヒスパニック系、アフリカ系と多様に描かれており、うん、その多様性が普通に存在していることが魅力の作品、うん、前編ロックな曲も入っててとっつきやすいこと、うん、間違いなし、うん、だそうです、はい、はい、日本でも2、3年に一度、うんうん、シアタークリエっていうところで上映されているみたいです。はい。自分はレント DVD で見ました。ああ、そうなんだ。どうです？楽しかったですよ。へえ。どんな感じで？どんな感じ？はい。やっぱなんだろう。ストーリー？うんうん。なんだろう。どうせ愛車が黒人だったかな。うん。おお。なんかすごい歌って踊って。胸がドキドキしました、うん、あ、ほんと、うん、じゃあなんか私も私自身がそうかもみたいな、こう入り込んでいく感じ、あ、うんうん、ロビン残念、私もそうかもっていうか、うんうんって、いやいや、こういう関係、こういう関係は素敵だなみたいな、うんうん、ね、客観的に、うん、客観的に、うん、なるほどね、客観的に、あ、ロビンさんは結構自分に当てはめてみるタイプですか？夢中になったらね、なんかこう、うん、入り込むんだけど、うん、まあ機会は少ない、あ、そうなんですか、うん、まあ、自分がね、なんか好きな、本当に好きなこうなんか映画とか見てたら、うんうん、なんか自分もそれできるかも、うーん、ほら、なんだっけ、ほら、あれよ、はい、X-Men、はいはい、私 X-Men 好きでさ、うん、あ、そうなんですか、そうなのよ知ってる前提で好きなんだけど、はい、X-Men とさ、あのストームっていうキャラクターいるじゃない、わかる、あー、わかります、あの目が白、そう、あの、はい、目が白くなって雷落とす、はい、なんか私目白くなれるかもと、みたいななんか私、こう、できそう、うん、雷を落とせそうか、なんか飛べそう飛べそう、なんか錯覚する、あー、あれですかね、ジャッキーチェン見たら強くなるみたいな感覚に陥っちゃうみたいな、陥っちゃうんだろうね、ね、そんな感じ、うん、あ、そうなの、あ、多分そうだ、あ、そうなの、そうですよね、うん、ね、そうだよ、うんうんうん、だいぶそんな感じ、うん、なんか私強いかもって、うんうん、思っちゃう、うん、強いよ十分顔面、顔面強烈、顔強い、カオス、ね、ある意味強いです、あんた、ある意味も何もないよね、そのままでしょ、あんたたち、はたさあんたそしてですね、はい、あと、ミュージカルラ・カージュ・オ・ファール、うん、ホール、うんうん、アメリカなのかな、ゲイカップルが主役のコメディミュージカル、うん、ドラッグクイーンを集めたナイトクラブを経営する、ジョルジュと、うん、そのトップスターザザコとアルバンは約20年このジョルジュの息子を母親代わりとなって育ててきた、うん、そんな息子が結婚するというのに普通じゃないという理由でアルバンは家族の顔合わせに立ち会えません、うん、なんかこうね、そんな感じの、うん、どんな感じだね、うん、そんな感じの、うんうん、あとロッキーホラーショー、ロッキーホラーショー、ロッキーホラーショーっていうのあって、はい、確かね、ジュリアンが
このロッキーホラーショーの中で使われているその曲、うん、を使ってなんかこうね、ジュリアンが出たのかと思った俺。そうびっくり、うん、曲を使ったのね。あの可能性はあるね。あすごいな、すごいなと思ってたけど、やっぱりそうかと思って。出演してた。出演出てたんか思ったけど、違ったね。違うよね。ね。そうだね。このロッキンホラーショーの、 あの主人公のフランクフルターっていう人がいるんですけど、うん、あの漫画ワンピースのイワンコフっていうキャラクターのモデル。うんうん、イワンコフってどんなのでしたっけ？紫の頭の頭がでっかいの。あ、そうそうそう。あ、はいはい、あのまつげで何まばたきして、はい、衝撃波で攻撃するっていう、はい、バッジョーンみたいな。あの人のモデルなんですね。あ、そう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 。すごいじゃ濃い方だったんですね。そうそうそう。へーとか、あとは最近で言えばあのキンキーブーツとかね、はい、あの三浦春馬さんが出てたね、あれもドラッグクイーンのドラッグクイーンをなんかメインっていうか、うん、そういうストーリーのね、はい、映画じゃない、うん、舞台をね、はい、うん、私まだでも出ないかもいます、うん、見たことある、はい、ないですないです。あ、ない、はい、あとちょっと映画も DVD もある出てるみたいで、それ借りようとしたら、うんうん、ちょうど流行ってる時だったから自分に借りて見れなかったんですよ、レンタル中でずっと、だからいつか見てみたいなと思ってます。いいね、うん、見ましょう、皆さん見ましょう ね、 いいね、はい、うん、結構検索したらね、うん、あります、あります、全世界であちこちでこの LGBT 関係のミュージカルがあるみたいだから、うん、んかじゃあちょっと調べてみてね、借りたり見てみたりしてみるのも、探したら意外とね、あの DVD とかになってるかもしれないし、うんうん、今だったらね YouTube とかそういうのでもなんかチラッと見れるんじゃないかなって、うんうん、ミュージカル、私たちもミュージカルやりましょうよ、いつかやりたいですね、うん、なんかこう演じてみたい、すっげえ、虹色チュラーズででしょ、劇団虹チュラみたいな、劇団虹チュラって感じ、すっげえドタバタしそう。ドタバタ、ドタバタ、なんかうまくいかねえ、カツラ取れるかな、やだ、トラブルだらけでなんすか。わかんない、想定だけどね。ハプニング続きで、それがまた面白い演劇みたいな感じで、はいはい、それはまたそれで面白そうですけど、あ、はいはい、うん、いいね、じゃあコメディチックな、コメディチックな、そう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 。ね、私たちも立ってるだけでコメディでしょ。あ、歩くコメディ。歩くコメディ。歩くコメディ、そうそう、いろいろあるね、歩くシリーズ、なんかいろいろあったよね。私は歩くパワースポなのよ、うん、パワースポット、あとじゃ、あの歩くイベント、歩く広告とかね、歩く写真ブース、はい、歩く VR なの私たち、はいはいはい、出てくるよ、うん、飛び出してくる、飛び出す。私の頭とかさ、ほらいろんな花があるじゃん、はい、歩くリゾート、あーそうそう、私のそばに寄ってきたらもう夏、うんうん、冬でも夏、冬でも夏冬でも夏よ、そうそう、真夏よ、夏よ、はい、そして、はい、ミュージカル、うん、ぜひね、皆さんも、ラジオ聴いた皆さんもね、うん、検索して、うん、どんなものがあるか、お調べしてみて、はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか、ぜひ見てみてください、はい、はい、はい、あとね、あ、またお話変わりますけども、はい、この1週間、1週間、うん、はい、この前、月曜日か、月曜日まーちゃんと、あ、私と、オリビアで、はい、沖縄子供の国行ったんですよ、お、行きましたよ、3名で、3名で、どうでした、楽しかった、楽しかった、疲れた、疲れた、いやいやいや、なんか思ったより人がいてびっくりしました、うん、あ、結構いたね、へー、いたいたいた、月曜日、月曜日、祝日か、そう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 、はい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 、それでじゃあ結構しかも、なんか駐車場ね、ほぼ満車みたいな感じでしたよ ね、 ね、そうそう、あ、さ、もうちっちゃい時に行ったきりだったから、うん、子供の国どんな感じなのかなって、なんかもう、なんだろう、ほぼほぼ想像の中の記憶しかなくて、
ね、やっぱ子供の動物園、動物もいるし遊園地もあるから、うん、なんか高いのかなってイメージがあったの、はい、例えば1000円とか1500円とか、うんうんうん、そしたら意外に500円だった、安かった、そうそう、びっくりした、うん、安いね、そう、安い安い、どんな、なんか施設じゃないけど、うん、こうなんかアトラクションとかもあったりするんですか、中に。あ、メリーゴーランドありましたね、あった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 、ね、メリーゴーランドって豪華と思ったよね、ありました、ありました、そうなんだ、結構じゃあいろいろ、うん、動物もいて、動物もいたいたいた、へー、まあ私たちもね、ある意味アトラクションよ ね、 ねあるかアトラクションよね注目の的でしたよ ね、 ねなんでみんな見てるのかって不思議でならなかったけどこの施設のものより多分見られてたね歩いてたらね、その時ねあの私たち歩くたんびにね、もうどんどん視聴率上がるからねそうそうそう、あ、ごめんなさい、なんかさ、あの沖縄子供の国って、うん、あのちっちゃい時からあの噂っていうかこう有名だったのがあの、うん、うんこ投げる探る来ましたよね、私ちょっとそれ期待したのよ、うん、なんかチンパンジーじゃなかった、分かんない、自分は猿ってイメージだったんですけど、結構広いね範囲ね日本猿、日本猿、はいはいはい、はい、あ、私なんかのチンパンジーだったような記憶があって、ゴリラ、まーちゃんはゴリラって言ってた、あ、ゴリラって言ってましたよ、まーちゃんはね、みんな、みんな違うんですよ、まあ、まーちゃん、まーちゃん自分がゴリラみたいなのねいやなんかね、こんなして私たち言ってるけど陰口じゃないからねそうです、次会ったらじゃあ面と向かっていいよ、うん、あんたゴリラねってね、あの時も面と向かって言ってたじゃないですか、あ、言ってた、じゃあ、あ、言ってたっけ、なんて言ってたの、その時は、あんたがゴリラよみたいなそうだったけど、だったね、言ってました、私たちさんの陰口しないからねねえ、もうファッションないからいいやん、言う言う言う、ね、そうそうそう、それぐらい仲いいのよね、ねえ、ねえ、結局いなかったね、いなかったっていうか投げなかったね、投げられても困るけど、いたはいたの、それも分かんない、チンパンジーな見えなかった、チンパンジーいなかったね、ニホンザルはなんかすごい檻の中に入ってたけど、ニホンザルいた、いたいた、あとなんかあの手長ザルじゃないけど、うん、でそれ系の、それ系、そんな感じ系のザル、小型の、うん、サルもいた、あ、あとなんかヒヒもいた、あ、いました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 ね、いました、いました、お尻が真っ赤っかの、真っ赤っかで、あの顔が私の頭みたいな色の想像しがたい頭みたい想像しなくていいの、これ私の頭を見れば あ、これがマントヒヒの顔なんだなって、あ、オッケーオッケー、じゃあそれだったら想像しやすいわ、あ、でしょ、うん、マントヒヒイコール私の頭、頭、うん、無理しなくていいのよ、okay. うん、そんな感じよ、はい、ね、個人的にあのコウモリが間近で見られたのすごかった、いたね、うん、コウモリ、うん、へえ、いたんですか、いたいたいた、檻の中、あ、そう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 、ぶら下がってるのもいたけど、なんか下ね、地面這いつくばってるのかね、そうそう、這いつくばってるコウモリもいて、なんかちょっと怠け者っぽかった、そう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 、野生のとかじゃなかったんですか、じゃないじゃない、いやいやいや、ちゃんと本当に飼育されてるやつ、そうそう、檻の中に入ってるコウモリ、沖縄って多分コウモリいますよね、いますいます、野生、うん、いっぱいいる、ちゃんと飼ってるとか飼育されてるやつ、そうそうそう、上から飛んだらね、なんかうんこされないかなって怖いよね、ねえ、いっぱいいたね、でもフルーツ食べてるの可愛かった、あれだよ、なんかフルーツなんか可愛い、フルーツね食べてる姿ってなんか可愛いジラさ、ジラジラなんですか、うん、なんかほらコウモリって黒いしなんか一応ブスさね、ブスなのかな、うん、割とブスよコウモリって、なんかフルーツでも食っとけば可愛く見えるんじゃないみたいなあ、じゃあ真似してみようかな、フルーツ食ったら可愛く見えるの、オリビアブスなの、え、オリビアさんブスなの、あ、わかんない、自分で言う自分で言う、あ、だってびっくりした、はい、ちょっと待って、あの、可愛いですよ、あ、ありがとうございますありがとうございます、オリビアさん可愛いですよ、ありがとうございます、あのどんな顔してるかっていうのはね、また動画見れば、はい、そうだね、SNS で、はい、もう見れますので、見れますのでね見てください、見たい方は見てください、はい、また今度ね、あのみんなで行きたいね、子供の国ちゃんとなんか動画撮りたい、あ、でもあの不動産屋の再現の
動画ね。あ、そうなのよ ね、 ね。撮ったの？撮ったの。そうそうそう、子供の国で。そうそうそう。ちょっとだけあの話長いからさ。うん。一回曲行く？そうね。いつも突然ですけど、じゃあ投げやりだから興味ないから言って。俺のコーナーなんて興味ないから。すいません。好きよ好きよ。じゃあの振るね。はい、よろしく。ほら適当じゃん ね、 ね、いつもコーナーね。はい、というわけでいきますね。はい、宮城フェスティバルのこの曲聴いて、まるまるフェスティバル、イエーイ、パフ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 、パチパチ。はい。このコーナーは旬な話題をテーマに話題に合った曲を紹介していくコーナーです。というわけで、なんか最近ちょっと、はい、ちょっと涼しくなってきたかな、ね、なってきたねみたいな、肌寒いよね、ちょっとだけ ね今日もね若干涼しいというか、ね、肌寒いというか、はい、感じになってきたので、今日のテーマは、はい、そろそろ夏も終わるんじゃねえフェスティバルってことで、うん、曲は寂しい、そう寂しい、うん、森山直太朗さんの夏の終わりを、うん、いいですね、はい、そうそう聞いていただいて、うん、今年の夏こんなことしたなとか、うん、ああだったなとかっていうのを、まあ、思い浮かべながらちょっと聞いてほしいなと、うん、夏の終わりで、はい、はいはい、というわけで流したいと思います。森山直太朗さんで夏の終わりです。どうぞ。で、森山直太朗さんで夏の終わりでした、はい、うん、夏の終わりか、はい、終わるのね。もう終わるよ。終わるけど、うん、違うものが始まるんでしょ。そうそうそう、始まり終わりは始まり、あの私たちにとっては味方よ、要するに、うん、暑いさ、この格好、ね、真冬でもあんた私薄着でいけるよ、女装の時は。うん、うん、そうだよね。ちょっと楽しみだわ、冬が。冬がまた。冬がね。ね、はい。じゃあイエイ、森山直太朗さんの夏の終わり、はい、ありがとうございました。じゃあ、さっきのお話の続き、はい、子供の国、はい。子供の国は、はい、FM 小座の演奏さんによりますと、はい、チンパンジーで大正解だったそうです。向こう投げるやつね。あのロビンさんが正解、私が当てたか、当たった当たった、あのうんこを投げるサールよね、うん、サール、サール。はい、ということで子供の国、子供の国にね、あの何、沖縄の古民家の、うん、あれは何、レプリカじゃないけど、なんていうの、文化財的な感じで置かれてるのかな、かな、なんかマーちゃんに聞いたらどっかから移してきたんじゃないのかなって話してましたけど、あ、ほんと、なんかその点ね、詳しそうだね。あの人ね、ね、マーちゃんのお家じゃない、もしかしたら。え、そうなの、うん、じゃあねって言ったら、うん、戻ってかなかった、 ありがとうねーって、帰るねーって言って、そう、帰るねーって。あ、でもなんかやけに詳しかった。あ、でしょ。詳しかったね、ほんとにね。元のお家かもしれんし、今のお家かもしれんし。似合ってる、似合ってたよね、動画見たけど。あ、今ね、ね、見てくれて、見てみたんだけど、そうそう、見てた、見てた。あ、今のツイキャスから、はい、あのメッセージといいますか、はい、ガンちゃんさんから、はい、なんと、はい、お茶をいただきました。ありがとうございます。美味しいでございます、お茶。いただきます、いただきます。前回のね、ちょっと誰からか忘れました。お茶を何、10杯も10杯いただいたんだね。いただいたね。ね、じゃあじゃあ、じゃあじゃあ、じゃあ、ね、出し放題、出し放題ね。と、ね、うん、いうことでね、あのこの、まあ、またお話も出ますけど、子どもの国のその、はい、沖縄の古民家、あそこでね撮影されてるのよね、あのローカル CM、ね、とある、うん、とある不動産ですね、はいはい、あの住まい選びのお手伝い、うん、不動産ね、はい、あれ私たち やったのよね、ね、再建したんですよね。そうそう、あの私のそわそわチャンネル YouTube で今アップ公開中なんですけど、うん、私とオリビアとまーちゃん3名で ね、あれは自分で見ててもさ、うん、なんかじわじわくるのよ。なんかつぼる、うん、
ね、面白い面白いかも面白い撮影も面白かったけど、うんうん、動画自体も結構ねみんなから評判よくってねねグダグダ感が面白いって言ってましたあれね面白いよねなんか今後もさあんな感じなんかまあまずは沖縄のローカル CM、うん、からなんかどんどんなんか何だパロディ、うんね、ちょっとなんかいろいろ作っていかない、ね、ロケ地行ってねそうそうそう、ね、まー、あ、ちゃんからもさまた一つあの提案が来てて、うんまあ、それもね、うん、撮影して今後、はいね、あの公開できたらなと、うんうん、あなんかあるんですねあるんですよちょっとじゃあ後でねあはいわかりましたあとで今日のひそひそとひそひそとこそこそとあの教えますのでわかりましたここで喋らんのかいまだよネタバレよダメよ、ね、お楽しみよ、ねねうんまあ、すぐサプライズにはそう、ね、あとロビンソワのそのソワソワチャンネルの中での30秒動画、うんうん、あれもそのままあの沖縄の古民家で撮って、うん、あれもね私パンツ見せちゃったけどそう、ねね、パンツ見せる系多いよね最近 ね, ね他にもなんか動画最近アップされてるの見たんですけどそれもなんかパンツ見せる系のやつあそうねとある事務所そうね、ね、撮ってる動画があるんですけど、ハンモックの上で、そうね、ちょっとケツ出して、見ました、見ました、そう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 、ぜひみんな見てください、あの、YouTube でソワソワチャンネル検索をして、うん、一番新しいあたりに、そうだね、ありますので見てみてください、見てみてください、面白いですよ、面白いですよ、はい、はいはい、さあ、はい、そして、うん。LGBTQ の話と歌っているこの番組ですが、はい、少ないですねということではい、ね、LGBTQ にそう関するお話もいろいろしていきましょうと、はい、いうことでですね、うんうん、さあちょっと話題をさっき自分探したんですけど、はい、あの世界的写真家のレスリー・キーさんが、うんうん、あのレスリー・キーさん の, この婚約者の方、うん、ジョシュアさんと2人で、うん、渋谷区で50組目のカップルとしてパートナーシップ証明を受け取ったそうです。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか記事を見てみますと、うん、もうキスシーンが、キスシーン、ラブラブ、ラブラブ、キスシーンがね、へ、ね、えー、うんうんうん、素敵、幸せそうで、うん、私もあの一度レスリー・キンスのこの撮影、うん、受けたことあるんですよ、ね。はいはいはい。楽しかったですよ。どんな方でした？どんな方？どんな方？どんなことを求めてます？素直にね。素直なあの、ね、近くな方でとかね。そうそうそう、優しい優しい方ですとか。やっぱこう何て言うんだろう、はい、よくそういうあのプロの方ってスイッチ入っちゃったらなんか何て言うのこう厳しい。入っちゃってね。はい。スイッチ入って厳しくなるかなって感じ思うんだけど、うん、本当に優しい人で皆さんに、はい、フレンドリーで、うーん、私もねスリスリしたいなと思いました。フレンドリーでスリスリタイプだったんですか？うん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 いけるうんうん写真もね撮ってもらったりすると出てきますよね。出てきます。検索したら出るんですか、うん、まずあのあ、そう、ロビンソーはレスリーキーとかで多分 Google とかで画像検索したら多分出てくると思いますよ。あとのアウトインジャパンっていうあのプロジェクトがあって、アウトインジャパン、それのプロジェクトの一環で私の撮影受けたんですけど、アウトインジャパンでまあ検索すれば出てきます。あのいろんなもうたくさんの方々、たくさんのこのセクシュアルな方々が載ってるので見てみてください。見てね、検索してみて、はい、本当になんか面白いから、うん、うん、はい、アウトインジャパン、はい、アウトインジャパン、うん、はい、はい、はい、なんかオリビアさんからは話題ない、うん、私からは、うん、さっきね、あのロビンさんとニュース見てたんですけど、はい、どっちの方言おうかな。え、お父さんの方言う？あ、言って言って、あの結婚後にゲイと自覚したお父さんと、うん、今ゲイバー飲みも付き合ってくれる素敵な息子さんっていう記事があって、はいはい、そうそう、
息子さん二十歳なんですけども、はい、お父さんが49歳、おで、うん、息子さんが3歳の時かな、はい、にちょっと離婚したらしいんですけども、はいはい、でお父さんゲイっていうことで、うん、多分息子さんもね理解ある方で、一緒に二十歳のお祝いに、はい、ゲイバーをはしごして飲みに行って、すごい仲のいい親子だなって素敵だなと思って気づいてました。いいね、いいですよ、理想の親子関係ですよね。うそうだね、お互い分かり合えてるからね。素敵だと思いました。息子さんはノーマルな方、ストレートの方なのかな。多分ノーマルだと思いますよ。え、じゃあこれをきっかけにメンソーレ、メンソーレっていいじゃない別に ね、まあ、ね自由なんだから、まあね、まあ、その人がねそうそう、いいと思ってるんだったら、まあ、無理やり引き込むのはあれだけど、息子さんが興味があるって言ってそれで引き込むのは全然 OK だと思います。うん、お父さんあれかな、あのお父様はもともとゲイで隠してたのかな。なんかね記事によると、はい、結婚する前は男女と月交際経験があって、はいはいはい、それで結婚したって書いてましたよ。もともとはこうバイセクシャル、バイセクシャルだったんじゃないかな、なのかな、はいはいはい、うん、結構ねバイセクシャルの方って多いのよね。多いよね、多い多い、ね、バイセクシャルから、うん、この完全にもうゲイの世界に入るって方も結構多いんですよ。うん、バイセクシャルっていうのは男の方、女性の方、両方とも、はい、あ、そうそうそう、両方とも恋愛対象の方、はいはいはい、そうなんです、そう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 、すごいね、いい記事だね、それはね、ね、この記事と反してもう一つのね、記事もね、はい、なんか宮城さんがすごい期待した目で見てるんですけども、はい、白長スクジラの、クジラのあそこ、あそこ、それか、あそこ。クジラのあそこ ね、 ね、あなたたちもクジラのあそこね、すごい大きかったね、なんかね、大きい、そうそう、クジラ、シロナガスクジラのあそこ大きい、いやでも、ね、なんかわちゃわちゃして、あのさっきラジオ始まる前にさっきちょっと待って、そうそう、わちゃわちゃしてたから、うんうん、なんぞやと、うん、こいつら騒いど、はい、騒いでなんぞや騒いどるんだと思って、おっきいのって言ってるから、うんうん、ちょっと想像してたんだけど、うん、想像してた形とちょっと違って大きいは大きかったんだけど、ね、なんかなんていう形だっけ、高麗人参みたいなね、そうそうそう、高麗人参みたいな形っていうかさ、ね、っていうかさ、うん、どんな形想像したの。だから普通の人間のタイプの形のすごいでかいサイズがでかくなったバージョンなのかなって、なんかもそれ漫画の世界じゃない。そうそうそう、だから漫画の世界、いやだから誇張して書いたりするじゃん。あ、なるほどね、そういうのでイメージしていたんだけど、結構えぐいっていうそうよ、そんなもんよね、刺されそうな感じ、本当にね、角みたいな感じですよね。そう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 、角みたいな感じ。いやね、なんかすごいね、うん、すごいなと、動物の世界も、うん、ってことは、ね、来週はさ、この LGBT、はい、LGBT の、うん、まあ、ことを、まあ、メインに、はい、ちょっとお話ししていけたらなと、あの、まあ、ゲストさんもお呼びしますけれども、うんうん、そうだねって思っております。はい、はい、で今日はね、あのこの後ちょっといろいろ告知が発表があるので、そうなのよね、そうそう、ちょっと早いけど、はい、CM2 回目いきましょうか。はい、そうですね、 CM をお願いします。どうぞどうぞ。ロビーソワのソワソワラジオ。はい、この番組は LGBTQ や身近な話題を語るミニ情報番組、ロビンソワのソワソワラジオとなっております。えい、はい、そしてですね、ここから、はい、重大発表をいたします。はい、次回の、うん、10月4日、はい、日曜日、当てるよね、4日よね、当てますから、はい、なんと、番組の時間が、はい、30分が、30分番組に、ジャンガジャンガジャンガジャン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 30分番組に、はい、ちょっと縮小しまして、はい、9時半から、うん、10時ちょっと手前、うん、
の、 あの30分番組と、はい、なることに、うん、なることになりました。なることになりました。はい、そうなんですね。はい、そうなんですよ。で、まあね、時間も短縮されるので、うん、そうだね。今まではほらね、LGBT に関するお話ってちょっと少なかったから、うん、そこをね、うん、メインに、うんうん、もう話していこうかなって、そうだね、思っています。うん、だから次週は、うん、あの今日 の、 あのミュージカルの、はい、西平さんゲストをお迎えしながら、うん、その LGBTQ に関する、ね、うん、お話勉強会、うん、できればいいなって、うん、来週から勉強会、勉強会、お勉強会、まずはもうね LGBTQ とは何かから、うんうんうん、もう一度おさらいを、はい、していきつつの、はい、またあのテーマも、うん、ちょっと設けていきたいなと。今まではほらあの前の週ごとに、うん、じゃあ次のテーマはこれとかって言ったけども、うんうんうん、後半っていうかあの最近はちょっとテーマもどこに決められずにいたので、ね、あの月ごとにボンボンボンとテーマを決めようと思ってます、うんうん、なので月ごとで、そう、うん、そう、でも秋ということなので10月のテーマは、うん、あなたの思う〇〇の秋、うん、〇〇の秋、うんうんうん、はい、ということで、うん、FM 小沢まで皆さんメールをお待ちしております。まるまるの秋、まるまるの秋、いろいろあるね、ね、いろいろ、はい、はい、なんとかいろんな欲求が、うん、いろんな欲求があるかと思いますけれども、はい、はい、秋ですよ、秋ね、はい、で、来週の LGBT のお話は、うん、まあ、LGBTQ と何か、うん、っていうところからちょっと入っていきましょう。はい、はい、っていう感じですかね、うん、それが時間がね、放送時間が30分になるのが一つと、うん、開始がね変わるので、開始の時間が9時半、そう9時半、うん、今までは9時から10時でなってたので、はい、お間違いのないように、ないように、うん、聞き逃しのないように、ないように今まで聞くときは気をつけてね、ええ、放送後はね YouTube とかで見れるんですけど、うんうん、まあ、生で聞く場合は、うん、あの放送時間が ね開始時間が変わるので、うん、ぜひぜひぜひお気をつけください。9時から9時半に、はい、9時半に、9時、ん、9時半から、違う、あ、いつもは今までは9時からだったけど、そうそう、これからは9時半からになるから、ね、そうそうそう、終わっちゃったとかって思わないでね、うん、引き続きやってるから、ええ、9時になってるけどやってないやってねえから、あ、終わっちゃったんだぞ、ザラジオってこれからよ、そうそうそう、これからよって感じ、そうそう、まあ、ね、ツイッターとかでもその辺はね、うん、告知します、告知するので、うん、はい、というわけで聞けなかったって方はまた見逃し配信ね、そう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 、うん、私の YouTube でもありますね、出してるので、うん、YouTube はどちらから見ればいいんですか、どのチャンネルで見ればいいんですか、あの FM 小沢さんでも、はい、あの出してるんですけど、はい、あのソワソワチャンネルでも、はい、はい、やってます。あれだよね、今生放送だからあんまり強く言えないんだよね、収録の時めちゃくちゃ強く言ってたのに、言ってた？FM 小沢じゃなくて私のチャンネルで見てくださいって言ってたごめんね、磯さんFM 小沢のやつは見なくていいですって、そう、ソワソワチャンネルは見なさいよなんてオブラートに包んでるんだろうな言うのかなと思ったのに、今日も全然弱ほらほら、あの FM 小沢さんの、うん、あの YouTube だと他のね方々の番組でどんどん埋もれていっちゃうから、あ、なるほどね、そう、探すの大変なのよ、だから、うん、そわそわチャンネル、うん、でね、見た方がスムーズにいきますよっていう話なんですよね、そうなんですよ、はい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 、はい、だからどちらでも見てもいいですけどっていうね、そわそわラジオの方がいろいろね関連性のあるのも見れるしね、そうそう、私たちの活動もついでに見れますので、ね、ぜひ見てください、ね、はい、見てください、はい、見てください、はい、でそして、これからはオリビアちゃんもよくラジオに登場すると思います、なので、おお、月レギュラー的なね、はいはいはい、月にていく、月に月にバーガーいける、月にバーガー、月にバーガー頑張ります、頑張るんだ、頑張るんだね、月にバーガーで出れるんだったら、うん、行きます、はい、出てくださいぜひぜひ月にで出てください、じゃあ、はい、出たいです、はい、はい、出ましょう、お願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、はい、何
すんだっけ私。あ、先生、次は忘れんで。すいません。じゃあ、はいはい、曲はどうなるのかな。曲は今のところなしにしようかなとは思ってはいるんですけど、はいはい、まあちょっともうちょっと、まあちょっと考えてじゃないですけど、うん、まあ今まではね曲1曲分とか流したけど、ちょっと1番だけとかね。そうそうそう、1番だけとか、ちょっと短縮で曲全部流すんじゃなくて、私たちがちょっとねアカペラで歌ってもいいしね。それはどうなのかな。軽く事故になるんじゃないかな。放送事故的な。やだー。ってことじゃあね、来週からまた変わりますけども、そうだね、今後とも皆様本当によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ次は9月のじゃなくて10月の4日はい、夜9時半から、うん、9時半からはい、1週間後ですけども、うん、はい、そわそわしながら待っててください。はい、待ってください。待っててください。はい、じゃあこの番組は、エンジョイ沖縄ダブルギアの提供と、お相手はロビンソワとヤギフェスティバルとオリビアピアメでお送りしました。はい、じゃあまた来週、はい、じゃあね、そわ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 